今回は約3年前の石丸市長の会見の様子です。この頃から全員協議会への出席がなくなり議会との対話がありません。その上で、副市長を公募したのですが、後に内定までした候補者を議会が反対して、さらには定数削減が決議されなくなります。皆さんおはようございます。おはようございます。本日ご説明する案件は4つなんですけども、その前にちょっとだけ議会関連でお話をしておきます。今の状況としては、10月20日の全員協議会が最後の接点になっています。その後ですね、協議会の議事録というものを請求すれば公開されるというものらしいので、それを請求していますが、請求して公開するんであれば、言われるよりも前に自分たちの方から公表したらいいんじゃないでしょうかという提案を議会にしている状態です。で、今日も集まられてるのかな？今週の金曜日には、議会として見解を整理して私のところにご報告がいただけるという話までは伺っています。はい、議会関連では以上です。で、本題に来ますと、1期目なんですけども、副市長の人事案件です。2人目の副市長なんですけども、公募することにしました。安芸高田市内だけに限らず、市外、県外、全国ですね、広く募りたいと思っています。求める役割としては改革の推進力ですね。一人目の副市長米村というのは、内部統制、組織体制の強化という役割を担っています。要は守りの要と、それに対する攻めの要、それになる人材を募集します。この攻守ですねが固めた上で、この新しい安芸高田市改革の布陣が完成すると思っています。もうちょっとお話しすると、この2人目の副市長には非常に大きな期待を持っています。というのも、私3本の柱で、この市長を始めたわけなんですが、政治再建というのはまさに今取り組んでいる最中です。ですので、この先都市開発で産業創出、ここにつながっていく事業を考えられる人材を募集します。もう率直に言ってしまうと、この町にとってどうあるべきなのか、何をすべきなのか、そのアイディアから募集したいと思っています。そのアイディアを持っている方、さらに言うと、それを一緒に考えられる知見を持っている方、そういう方を対象とします。選考方法と詳細については今議論をしている最中ですので、また追ってご案内をさせていただきます。ただ一つのアイデアとして今持っているのは、私がこう応募者の方からピックアップこれだと選ぶんじゃなくて、市役所の職員にその選考過程に入ってもらおうと思っています。自分たちのボスになる上司、リーダーになる人間を自分たちが考えて選ぶんだと、そういうところからこの改革は始まっていくと考えています。実はこの副市長の公募というのは、就任の時から温めていたアイデアなんですが、先日無事に1人目の副市長米村を迎えることができ、そして何よりもいろんなところでメディアの方が取り上げてくださって、
全国的にこの町が関心を集めることが今できています。ですので機は熟したと判断しました。7月22日の立候補表明の記者会見でもお伝えしたんですけども、私は地方から日本は変わっていくと信じています。その意味では全国の皆さん、この町安芸高田市でぜひ一緒に挑戦していきましょう。メディアの皆様にはこれまで以上にご協力をお願いする次第です。どうぞよろしくお願いいたします。いかがでしたか？石丸市長は副市長採用については就任時から思い描いていたのがわかります。無駄を省くことの改革と同時に生み出す力として副市長二人体制が必要だとおっしゃっていました。副市長案と無印の件で、石丸市長が考えている政治改革は任期内では思うように進められないでしょうから、時間がもったいないですね。またこの頃はまだ政治会が結成されていません。令和4年1月に政治会ができています。石丸市長は今、現在どのようなモチベーションで公務に当たっているのでしょうか。大きな改革を提示しても反対されるのが分かっているのに、仕事をし続ける精神力はとても強いと思います。Thank you.